こんにちは。賢者からの3つの教え解説の時間です。本日は204ページから解説していきます。自分思考から相手思考へのパラダイムシフト。私の中で大きな変化が起きたのは、信条を持つことを目指した時からです。そしてラッキーだったのは、自分で信条を考えなかったことです。人間的成長が足りない未熟な状態で考えた信条など、逆に自分を誤った方向に導きます。大学時代、先輩から人生に大切なものは金だよと言われました。先輩に確信を持って言われればそうなのかとも思います。大学1年生だった時の秋、所属していたクラブの4年生を送り出すコンパに参加した時のことです。4年生の卒業生が1人ずつ後輩に向かい、最後の挨拶とスピーチをしました。その中の1人のスピーチがとても印象的だったので、今でも覚えています。4年間頑張ってバイトを続け、先日○○という車を買った。周りの後輩からはどよめきと大きな拍手が起きました。私は大学4年間での成果がたった1台の車なのかと思い、恐ろしくなりました。大学時代にバイトではなく、勉強して自分に投資すれば、車は後からいくらでも買えるのではないかと思ったからです。しかしあの時歓声を上げた学生の中には、先輩と同じような行動をした人間もいました。自分で考えたり、身近な人の意見に流されると大きな過ちを犯します。未熟な間は自分の意見より長期にわたり成功している経営者の意見を聞く方が失敗が少ないと思います。ただし、聞く能力とは相手の意見を分析できる能力です。分析できる能力が乏しいと、自分は騙されるのではないかという懐疑心が強くなり、結局聞くことができなくなります。ここまでの解説をこの会長お願いいたします。はい。こんにちは、久野です。今回ですね、水先案内6として、信条を考えようとね。信条、この言葉は私が前の監査法人の1年目の時のお客様に言われた、財務担当の役員にね、君の信条何なんだって言われて、私が答えられなくてですね、そこから考えたんですけど、その信条ってある意味哲学にねつながるコンセプトで、これ考えるにあたって私やったのは、自分で考えない、長く成功している人の意見を聞こうと。私も大学時代だと、みんないろんな信条というか、信条と言葉にはならなくても、価値観っていうのも一つの信条で、例えば大学時代だと本当にお金ないんですね。そうするとお金がすごい大事だと思ってしまい、自分の行動をお金を稼ぐこと中心にねやっちゃう人見た。一生懸命4年間バイトして車を買うとか、もう車なんてね、私も兄貴のお古ね、2台乗ってやっとね、自分で事業始めてからね、自分で買ったの4台買ったんですけど、もう23年で4台ね、ずっと中古、この前さ、3年前初めてね新車買ったの。でもすごい勇気がいった、本当に新車買うべきかどうなのかとかね、すっごい悩んだんですけど、前いた秘書にね、どうせもうあとね、買ってももうあと1回だからって言われたんです。私今55でしょ、1台新車にもし乗ったら10年ぐらい乗るじゃないですか。10年乗ったら60過ぎちゃうでしょ。60、今55で10年乗ったらもう65じゃないですか。それでもう1台買ったら75とかでしょ。もう終わりじゃん、人生終わりじゃん。要は言われたのは、あなたもうね、変えてももう2台しかないんだ、人生の中で何悩んでんのと。そこで中古買ってもいいけどね、もうあと2回しか人生で買えないんだよとか、いや確かにそうだなとか思って、新車買ってもうドキドキしちゃって、今まで買ったことないし、私今までドキドキしたのいくつか経験あるんですけど、初めてグリーン車乗った時ね、新幹線、もうドキドキしちゃって、グリーン車なんて乗っていいのかと。今まで自由席して、指定席なんか乗らずに自由席に乗ってたの。700円ぐらい稼ぐためにね、で飛行機もねインド行く時いつもねエコノミー、うん、エアインディアでしかも真ん中中央ね5人席、今4人なんだよ5人席フラットシート、もうほとんど客もいなくてフラットシートだからこれはもうファーストクラスだなとかって言いながら、うん、エコノミーに乗ってたの。初めてね社員もう恥ずかしいからビジネス乗ってくださいと、お客さんに見られたら恥ずかしいでしょそれって言われて、まあ、そうだよなって言って、まあ、初めて乗ってドキドキ、最近しなくなったんですけど、まあ、そのぐらいですね自分で立ち上げた経営者ってお金使えないよね、もったいなくて。でまあ私無心情を考える時に大学時代の先輩がねバイトして車買ったと、なんだと4年間やってたった1台の車に消えるのかと思ってね、あこんな生き方してちゃダメだなと。だって儲けたらさ車なんて買えるじゃん簡単にね。で私独立する時にその、まあ、お客さんからも誘われたりしたんですけど、年収ねちょっと上がったって言って転職するやつもいっぱいいるんですけど、そんなね1年でもしね5000万稼げるようになったら10年間ゼロでもいいと思ったのよ。そんなちょっとぐらいの年収をね500万円が600万円になりまして700万になったとかね、そんな200万ぐらいアップで自分の人生決めちゃうのだったらもっと大きく稼げるようになればね、そんなちっちゃなお金考えることないじゃんと思った。だからゼロを選べるかどうか、0円私0円選ぼうと思って独立したってそういう意味で0円を選んだ。給料ね0円でも普通0円選べないじゃん。0円選ぶってことは10年後の5000万をになればね11年後はまた5000万で1億でしょ、だから10年間別に給料なんかなくたっていいと。でそのなくたっていいっていう意思決定をしたから大きなことができるようになるわけよ。だから大学時代もちっちゃなお金稼ぐより勉強した方がさより大きなことできるじゃん将来。だから私ねバイトはね家庭教師しかやんなかった。家庭教師割がいいからで必要以上にお金貯めない、学生のうちに貯めたって意味ない。全部ねガソリン代になっちゃった。私家庭教師代車とバイクが好きだったから中古だったけど、まあそういうわけで自分の信条を何にするのかね、お金を追求するのはダメね、うん、お金追求するやつねお金持ちになれない、もっと原因追求しない。あと私友達に言われたことあるのが昔の人間っていうのは金についていくか人についていくかだって言われてね、ああそういう考えあるんだと。金についていくかね給料の高いところに行こうってね、人についていくかいい人がいてねこの先輩についていきたいとか。でもね今思うとねこの考えも良くないよな。お金についていくか人についていくっていうのも不安定ね、その人がいなくなったら終わっちゃうから、これもダメなんだけど、でも若い頃ってねいろんな考えがあっていろんなものに影響を受けちゃうのよ。で一番影響を受けてダメなのがねよく仕事選びする時に言われるのが親と友達と大学の先生の意見を聞くなって言われる。親はね超保守的、うちの母親の意見聞いてたらね今ね会計士にもなってないし独立もできてないしね経営者なんかと全然やれない、全部心配だもん、うん、受かんなかったらどうするのって。そりゃそうだよね心配する動物だから母親なんて、母親の言うことなんか絶対聞いちゃダメ、ね、親に言われてこうしましたとかねよく言う人いるんです。絶対ダメね保守的で、友達の意見っていうのも最悪。なぜなら友達なんていうのはね自分と同レベルだから、同レベルの人間の意見なんてねもう最悪のことしか考えてない。だから自分の友達の意見なんていうのはね大したことない。で大学の先生っていうのはね世間知らずだからこんなの聞いてちゃダメ、もうダメダメ、この3つ3大ね聞いちゃダメな人。じゃあ何聞いたらいいかっていうとね短期間にね成功した経営者のね、今成功してる短期間にで、あんまり大きな会社じゃない会社の経営者の意見もねろくなことがない。これはもうたまたま成功した意見で、私はね30年間成功し続けてる人の意見聞こうと思った。30年間でそうかと、ぶれない意見ね。でここを私考えたのがね、松下幸之助さん。あ、松下幸の経営の神様でしょ。ここはやっぱり神様の意見聞いといた方がいいねとか思ってね。であとまあ本当にちゃんと聞いたのはね、本田宗一郎さんね、本田の創業者、顧客第一主義って、ああそうかと、これ自分の信条にしちゃえと思ったんですよ。お客様のために働くっていうことをね自分の信条にしちゃおうかなと思って。まあこういうわけで、まあ、人生いろいろ生きてるといろんな意見が自分の周りにあってね、でどんな意見聞いたらいいのかって悩むんですよ。 YouTube のねインフルエンサーって言われる人たちも大きな会社の経営者はほぼほぼいないのね。だいたいまあちっちゃいか一人でやってるかね、そういう人多いんで、まあ、こういうところにもね騙されちゃダメね。ここに影響を受けててもだからね、もっとなんかね現代のこう長く成功した人たちの経営者の意見を聞いてみるのがいいんじゃないかなってね。30年ぐらい経営を成功した人たち、しかも大きな会社を育て上げた人たちの意見、こっちの方がね安心安全、本当に。でも人間ね、この人と違った意見を持ちたいと思っちゃうの。ここでここがねうまくいかない。人と違うやり方はいいんですけど、意見持ってもね大事なところの哲学でここ外すとねうまくいかないなと思って、ここが今日のポイント。